はい、皆さんこんにちは。井上久音楽教室の井上です。今日もよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日は、簡単な、焚き火を、ソロギターに、編集し、アレンジしましたので、これを皆さんとね、楽しんで弾いてみたいと思います。で、出てくるコードは C と G と F の3つだけです。で、通常ね、弾く場合に C はで G はで F はこういうふうな押さえ方をしますけれども、この押さえ方とかすごく難しいですよね。で、この押さえ方は、今日出てこないです。で、最も簡単に、C と G と F っていうのは、C っていうのは、アルファベットの C っていうのは、ドレミファソラシドでいうとドに当たるんですよ。で、G は、ソになります。で、F っていうのはファっていう意味です。これは置き換わるんですけれども、ドレミファソラシドっていうのは C D E F G A B C っていうふうにアルファベットで置き換えられるんですけれども、コードの名前っていうのはそこから来てるんですね。ですから C っていうのは、ドのコードで、G っていうのはソのコードで、F っていうのはファのコードになります。で、その音を弾いて、ベースでね、弾いてあげる。低い方の今そこ譜面出てると思いますけれども、低い方の音がその C の音、 G の音、 F の音になってるんですね。で、それをメロディーに加えるだけで、ソロギターっていう、感じが、グッとソロギターっていう感じが出て、かっこよく弾けます。そのベースの音をね、コードのベースの音が、まあ、コードの音を入れるだけで、ソロギターが簡単に弾けるようになりますので、今日はね、それを皆さんと一緒に、ちょっと弾いてみたいなと思います。よろしいですか？こんな感じですね。で、じゃあね、4小節ずつ、ゆっくり解説したいと思います。まず最初の、小節ですけれども、5弦の、3フレット、これを人差し指で押さえます。で、中指で、1弦の3フレットで、小指で中指を離す。2回続けて同じ、パターンが続きますね。で、次今度、ちょっと指が入れ替わって薬指で今度、5弦の3フレットを押さえます。で、人差し指で、2弦の1フレットで、小指で3フレットを押さえると、これがレの音になりますね。で、耳っていうのは1弦の開放弦。次は、G のコードに移動しますけれども、中指と小指で、それぞれ6弦の1フレットと、2弦の、あ、6弦の3フレットと、2弦の、3フレットを押さえます。
続けて3小節目から弾いてみましょうか。続けて4小節弾いてみると、こうなりますね。で次ですけれども、5小節目ですね。これは今度さっきやった、一番最初の1小節目の弾き方と同じですけれども、3弦の、5弦の3フレットを、薬指で押さえて、1弦の開放弦を弾いて、で小指で、1弦の3フレットを押さえればその音になりますね。次の F のコードですけれども、今度は、5弦の8フレットを人差し指で押さえます。で小指で、2弦の、10フレットで、今度は、ラドドドのこのドの音は1弦の、8フレットですね。5小節目からちょっと続けて弾いてみましょうか。ゆっくり弾きますよ。で次の G が、また、6弦の3フレットを人差し指で押さえて、で1弦の、3フレットを中指で押さえて、でソラミレドって弾きますけれども、1弦の3フレットを5フレットを小指で弾いて、で開放弦を弾いて、で2弦の3フレット、で次が5弦の、3フレットと4弦の5フレットです。で次ですけれども、今度は9小節目ですね。レミファミレってここは G のコードになりますね。薬指で、6弦の、3フレットを押さえて、で小指で、2弦の3フレットを押さえます。で、レミのミは1弦の開放弦で、次ファミレ、ファミレは、1弦の、1フレットと開放弦と、それから3フレットは、2弦の3フレットのレは、小指で押さえるといいですね。続けていくと、こうなりますね。で次が、また C に戻って、3フレット、5弦の3フレットを中指で、薬指で押さえて、で、1弦の3フレットを小指で押さえる。でまた F が出てきます。さっきの6小節目で出てきたのと全く、同じパターンなんですけども、
今度ラが、ドが先に行きますねってなりますから、人差し指で5弦の、8フレットを押さえるのは同じなんだけども、中指で、8フレットの、高い方のメロディーを、弾きます。次は C ですね。C ですね。6弦の今度は C は、ソソドドってこうやってってなりますから、2弦の8フレットと、1弦の8フレットですね。同じ中指で、弾いてもいいですし、薬指 でこうやって弾いてもいいですね。ご自分で弾きやすい方で弾いてください。で、次が。また C のコードに戻って、5弦の3フレットと1弦の開放弦で、これで C の音ですね。で次が、5弦の、3フレあ6弦の3フレットと2弦の、3フレットで、今度は、C が、5弦の3フレットと、2弦の1フレットで、これで終わり。こういう風になりますね。で、今回使っているのは、C と G と F の3つのコードだけです。今回使っているのはね、C と G と、C と、G と F の3つのコードだけなんで、非常に簡単に、皆さん弾いていただけるんじゃないかなと思います。で、簡単にね、もし難しいようでしたら、最初、メロディーだけ練習するとか、C のこれが難しかったら人差し指押さえないで、でこうやってメロディーだけ先に練習して、でそれができるようになったら、こういうふうにベースも、下のね、低い方の音も、入れるようにするといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。簡単にね、ソロギターが弾けるように、
になるんじゃないかと思います。ぜひですね、皆さんちょっと、挑戦してみていただくと、楽しいギターソロの世界が広がると思います。またですね、簡単な、皆さんがね、ご存知のような、曲で、ソロギターのレパートリー広げていきたいと思いますので、次回も、ご期待ください。今日はありがとうございました。